昨シーズンの J3 では下から2番目の14位で終えたアスルクラロ沼津、上位進出に向け課題となった守備の改善などをするため今シーズン6人の新戦力が加わりました。またホームスタジアムの照明設備が J リーグのライセンス基準を満たしておらず6月までに改修の確約が必要で、今井正隆監督はその資金調達のためにも結果で示していくと決意を語りました。明日に大勢の人が足を運んでこんないいチームがあるんだから J3 の火を消しちゃいけないよというふうな勝利を通してのアピールになるかというふうに思ってます。アスルクラロ沼津は3月中旬のリーグ初戦に向け18日からトレーニングを始めます。ここもください。